今日は7番を使ってアマチュアの皆さんがいかにダンブローに打ててないか、アタックアングルがトラックマンで測ると上から打ててないか、でこれがコースで打った時にやっぱりダフったり飛ばなかったりします。マットでダンブローに打てなくてもナイスショットに感じてしまうんですね。はい、これが今7番アイアンで打ったんですけど、データ的にはヘッドスピード33、はい、だいたい138ぐらいですね。で今のは 2.6 手前から入ってるんですけど、実際に飛んだボールを見たら今のデータで見ても、しっかり飛んでてます。でここが落とし穴で、プロはしっかりダウンブローに打てます。はい、しっかり上から打てました。5度ぐらいいきましたね。はい、で PGA の平均は大体4度ぐらいなんで、今、まあ、顕著に出たんですけど、そうすると飛距離が一挙に184ヤード、ここまで伸びていってしまうんですね。